コンディションはすごくいいと思います。でやることもはっきりしてきたと思いますし、やらなきゃいけないっていうのも分かってきたので、いい準備ができていると思います。まあ雰囲気は日程も決まって、これからもっともっと良くなると思いますし、あとはまた細かいところの詰めていかなきゃいけない部分っていうのをみんなで認識していかなきゃいけないかなと思ってます。まあ、本当に残念な気持ちっていうのが一番あります。 でもまあそんな中で、まあテレビとか映像を通して見てくれる人がいっぱいいるので、そんな中で結果という形でみんなに喜んでもらえるように準備していかなきゃいけないと思ってます。いろんな人の努力があってここまでたどり着くことができたと思います。まだ気を緩めちゃいけないと思いますが、皆さんで努力してこれからも、ピッチでまた会えるように僕たちも頑張ります。皆さんもしっかり頑張っていきましょう。ありがとうございます。そうですね、まあ、長い間試合できなかったんで、すごいなんすか、物足りない生活をしてたんで、早く試合やりたいっていう気持ちが強かったんで、やっと再開が決まってとても嬉しいです。そうですね、やっぱり最初はみんなやっぱ動けてないっていうところは若干ばかりありましたけど、まあ、トレーニングもできてなかったんで、まあ、でもやっぱトレーニングをこうみんなでやって体重をすることによって、やっぱみんな体が動けるようになって、すごい今はいい状態でやれてると思います。フォワードなんで得点は欲しいっていうのはまあ正直な気持ちなんですけど、まあ、やっぱり自分のプレースタイル的にはチームのために献身的に戦えるプレースタイルなんで、まあ、得点が取れなくてもチームとして勝利を得られるようなプレーをしていけたらなって思います。これからすごい過密日程で、大変な時期が続きますけど、サポーターの皆さんの声がとても力になるので、ぜひ応援よろしくお願いします。